私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ？そうでしょ？じゃあいいよね。巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな、構わない。作戦の許可を出そう。うはーはー、ありがとうエルミン。早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。あのね、先に行きやがったら、まあいい、やることは変わらない。俺たち特別作戦班の任務、巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソメガネ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。ハンジ、てめえ、なんで先に行きやがった。ごめんよ、でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか。まずきっちり罠を設置する必要がある。捕獲する子は他に見つけてあるしね。どうしてバケモン。くだらねえ命令に命を張るやつはいねえとは思う。悪い。わーい、これで罠を設置できるね。モーブリッド、もうはいないか。手間するなよ、私も行きます。ない、私が罠を準備する。リヴァイは巨人を連れてきてくれないか。生かしたままで。だからね、北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、1体ずつでお願いするよ。てめえのクソみてえな注文を聞ける余裕があればいい。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。オルオたちに巨人を一掃してもらってるからね。くそ、部下に危ねえ真似させやがって。行く。救援要請ね、助けに行かないと。行く。奴ら小さい分小回りが効くな。
どうして？おい、エルド。ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長。どうして？はい。ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。行く。罠を仕掛けた地点まで誘導する。早く誤って殺して一からやり直したくない。早く来い。俺だって役に立つとこ見せてやります。やる。行く。どうして化け物。やるぞ。どうして化け物。縁だ。苦戦してやがるのか。どうして化け物。どうして化け物。もうこれ以上は無理だ。どうして撤退するぜ。早く来る。他の巨人が近づいてきます。先に片付ける。誘導してる巨人と一緒に暴れられたら殺しちまうかもしれない。連れてくるのは厄介だったが、合格は随分あっさり終わった。救援要請ね。助けに行かないと。Got it.
どうしてこいつをどうにかしないと。これ以上戦え。すまんが先に引くぞ。どうして化け物。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえと。ニャホー、2体も捕獲できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。行く。まだ残ってる。この罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。やる。私がやろう。しやがって。
とめて相手してる。おとなしくしてろ。そいつらを殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破でなんとかなるだろう。果たしやがれ。助かる。どうしてだ。
今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヤッホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮からすぎです。おおっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔昔あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビー。